2王2ということでやっていきたいなと思います。どうもエルザです。今回は2王2ですね。前回お試しで2王の1をしまして、まあなかなか大変だったんですけど、ちょっともう一回やってみたいなということで、今回2王2からやっていきたいなと思います。まあどうなるかね、ちょっとわかんないんですが、早速やっていきましょう。レビトと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。さあ、ということで、キャラメイクからですね。鬼が生まれた話はあれ聞いてると、おなごであればお前に似て美しい。なんだろうな、桃太郎っぽい感じだったよね。まあまあ性別は選べるらしいですね。テンプレもあるんで。いやすごいね、五右衛門とかあるんだね。まんまやけど。おお。スタンスの広さとかあるんだね。肌の色も細かいね。そしたらプリセットとかあるんか。まあ、髪型やね。まあちょっとね、いろいろといじってみますが、ちょっとね、五右衛門色が強いんで、一旦戻して、ちょっとね、作ってみたいなと思います。さあ、外見もだいぶ凝ったけどね、いろいろちょっとやってた、できたんで、それもやっていこうかなと思うんですけど、まず、さあね、ニーアオトマトの 2B だね。外見が変わるんで、
まあ目飽きた、これは知ってる人は知ってるかなって感じだけど、今回はこれでいこうかなと。ちょっとね、なんかどうせやったらね、強そうな男がいいかなと思って、あのせっかく武士の世界なんで。お、綺麗になった、この笑わない男で。ラグビーの選手ですね。で、今回やっていこうかなと思います。稲垣啓太選手ですね。強く生きるのです、強く。さあ、ではやっていきますか。お、角が生える。あ、まあまあまあ、ちょっと久しぶりなんで調べながらね。さあ、右上にミニマップがあって、そうさ、このゲームはジャンプがないんで回避なんだよね。ホールドで出しと。さあ、どんな感じになるかな。体験版ももちろんしてないんで、どうなるかね、一切分かってはないんですけど、まずは武器を選ぶ感じか。この、いやー、あー、そうか、やっぱ増えてるね、斧か。ちょっと待って、どんな感じになる。あー、いや、これでも手に入れてしまったのか。個人的には、二刀はありだけど、どうかな。あ、見た目には合ってるよね。なんかそれっぽい感じがする。いやー、どうかな。まああとは鎖鎌と、これも新しいやつだったかな今回。おお、結構スムーズ大立ち。大立ちか。結構悩むね。槍もあるのか。いやー、どうしよっかな。片方軽かったら片方は重めでいきたいっていうのがあるんだよね。あー、そういう動きか。やったら刀の方が2発は入るけどって感じだね。どうしよっかな。大立ちか鎌か。いやー、悩みどっかやね。ちなみにこれが呪術かで、大立ちだと武で、二刀だと技。そうやね、軽いのと重いの、まあ一本だけ鍛えていくっていうのもありなんだけどね。やっぱこうなんだね。どうしよっかな。そしたら、まあ基本的には刀でいこうかなと思うんだけど、なんとなく、カラっててかっこよさそうなあんまりね、こう二刀が思ったよりかっこよくないというかね、見た目がね。よし、そしたら何か釜でいこうかね。で、使うのはでもメインは刀でいくと。まあ真と呪が上がると、まあいきますか。多分そのうち何でも手に入るだろうしね。で、年頃大腸、大腸で
これは魚か、イルカっぽいね。と、オオカミ。あー、これで若干変わるのか。ジュ、ブー、シン。あ、バラに行くからちょっとこれで行こうかな。妖怪中に丸技が使えるわけね。解除は R とまる。ほー、ちょっと他のも見てみようか。はい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 。おー、飛ばせるのはいいね。じゃあ、狼は鬼。おお、なるほどね。いやー、どうかなー。パッと見あだ名のことを考えるとこれかな。スピード勝負だ。でちょっと先に遠くにって感じか。まあいいでしょう。雷鳥で行こう。一旦これで真珠真で行きますか。どうなることやら。いやー、なんかあれだね、笑いこらえるのが必死になるね。いやー、でもよくできたなー、この顔。いや、写真とにらめっこした回あるわー。まあそんなにね、多分笑うことはないだろうからね。さあ、ミッション中使用するとアモリタを失います。ミッション中なしで帰還することができるということで、早速ミッションやっていく感じですね。拠点があると。あー、図鑑だ。守護霊書いたり、修行場。まあ多分基本的なのはさっきのでお方やってるんだろうけどね。一応念ためしとこうか。あとこのゲーム意外とその訓練的なことを修行かしないとっていうところがあるんで、じゃあ早速本編やっていきましょうかね。こだまちゃんは6体。いや、7か。さあ、本編どうなるか。かつと電馬や、薬牛の供給で栄えた十三桜の村も戦乱の渦から逃れられず、はい、廃校の乾燥にはいくつしかあやかし、はやかし始めたと。春には桜が咲き乱れ、往来する人々の目を楽しませたが、今や桜を愛でるのは物言わぬ死人のみである。
まあ早速ねやっていくわけですが、己の身に慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。おい、じゃあ拝むぞ。いやー、どんな感じになるんだろうね、今回はね。さ、能力上げていくと。基本は真に振りつつだね。多分そもそも奉納するものもないし、先進みますか。ちゃんと鍛錬を積んでおきゃ。わかんない。でもそこにいるね。ってことはここショートカットになるんだね。ダメだね。さあ、早速いるね。お前の相手は俺だ。逃がさん。バレた。やはり、血短いね。まず攻撃パターンちょっと覚えないと辛いね。マジか。1,2,3,4,5,6,7 繰り返しか。このタイミングは、まあ、慣れやね。このような格を取るとは油断さえしなければ。さあ、でここもちょっと待った。なんだあいつ、あんなにいるの最初から。バレた感があるが、いや、バレてない。ぐるーっと回って回収先して、開いてない。一応あれかな、先進めるのかな。あ、進みそうな感じだね。戦わなくてはいいんだ。さてちょっと戦ってみますか。攻撃するかだよね。おお、一回やべえな。あー、左じゃないね、右だね。マジか、楽味。楽味か。ちょっと楽にするとね、あまり倒しなうんでね。31、はあ、これが擬人塚だっけ。助立ちだね。覚えないとなかなか辛そうやね。擬人はめっちゃあるけど、さすがに2とかやっぱそのレベルだよね。おお、やばそう。
とりあえずスタミナ切れさせないとっていう感じはするけど、やべえな。やばい、イスター。痛い。いやー、ちょっと待った、ノーモーションからそれつらいな。いやー、場合があるのは結構でかいな。まあ、スタミナは一旦上がったし、ここあたりですね。あ、レベル7やっぱ消えたか。よし、これは先進もう。今の僕の腕前じゃ無理だ。無理無理無理。いやー、よーく倒せる人はよく倒せるよねって感じだね。すげえわ、と思う。んじゃ、戻れ。なんだこのちっこいの、おかしなものまで見えてきやがった。それはもう、それはもうね、終わりが見えてるね。いるね。バックスタブは取れないのか。しまいだ。神も仏も守っちゃくれねえ。自分で何とかしねえと。さあ、これでショートカット完了。ボボボボボボボ。開き方がね、なんかそんな感じ。え？そうだね、ちょっと練習もしたいし。よいしょーす。逆にやられた。マジで回復すんの。マジで回復とかすんの。いやいや、ありがとうございました。いやー、心折れそう。最初からど下手くそや。いやー、めっちゃ来てる。あれ、なんかめっちゃ気になるんだよね、あれね。やばそうな感じはしてるけど、いやー、あと5か、擬人図鑑あと5いるね。する。弓が使えたらまたいいんだけどな。4か。ん？上からなんか音がする。ん？違う、前か。おい、音ねえ。なんかすげえ音がした気がするけど。持てるもんだけ持って、さっさとずらかるぞ。そうだね、あのやってって、そのカウンターというか普通の敵に対してだったらそこまでは気にならないって感じかな。あ、カウンターがいるのか。修行がいるらしいね。いや、 やっぱこれで覚えるにしてもっていうところだね。こっち下行く。
やべえ感じがするね。だってさ、ここで倒れてる人たちちょっと異常すぎね。大技と特技、栄養力1消費し R に丸ね。すまん、持ってないんだわ。なんか近づくとヤバそうな感じはするね。よし、これで奴らを追っ払ってやる。サリガマ、さあ、お宝発見。何が出たかな。二刀は出たね。二刀が意外と対面してみて強かったっていうね。下がるか。二刀。おお。はい。いやー、このちょっといるね。蹴り入れるのは強いね。うん、これはこれで強いね。ミノーからちょっと上がるね。落とされた感じがしますな。じゃあちょっと引いて、いやー、その回避しては、でかいよね。この回避してはやっぱ強いよ、斬新使えるのは。卑怯だって。卑怯だって。さ、回り子。ジャンプ切りね。ここら辺が欲しいけど、あ、こっちにしてればよかったか。あ、おお、なんか来たー。やばいね。画面きついな。いやー、強いな。逆に1でここまで用意したな。ダメ、マジかー。
やばい、これはやばい。こっちは、こっちが来たらダメになっちゃう。いやー、やばいやばいやばい。壁はダメ、壁はダメ。シャア来たー。すげえよ。強すぎるよ、いくらなんでも。いやいやー、やばいねー。玉、何の玉かはよくわからん。いや、絶対これいるでしょ。ってって言うぐらい返ってるところね。はい、そう。いやー、この辺りはね、ちょっと慣れてはきてるんだけど、固定血中。あそこいる。脳天から貫いてやるわ。ああ、そういうパターンですね。上から落下切りか。多分こうやるよ。待てる。さあ、立ち。そうそう。なんかね、所持品が手に入ったような気が。あ、さあね、愛着でね、ちょっと変わるからね。でかい。あー、これはでかい。助かる。しかも U に一人。あ、そっちかーい。やべえやべえやべえ。しかも二人か。いやー、この回復がない状態では。これはちょっとやばいから、変わざるを得ないね、状況的に。よしよしよし。いないね。よしよしよし。先に中間取って戻るか。中間付け替え、付け替えができるの。ああ、これね、 R に三角で、妖怪技。結構 R にはいろいろ豊富に使えるんだね。いるね。それちょっと後回し。嘘でしょ。ラクビー。ちょっとアイテム取りだけしたいな。いや、てか一番その弓が手に入ってないのが一番辛くてね。2000あるから、ちょっとそれはさすがに欲しいよ。さすがに2000は捨てれないね。よし、ちょっと考えよう。とりあえず、体力欲しいけど、
まあ、それなりに能力上がるんで、基本的に全部12は1回したいなっていう感じなんだよ。どれからまあ上げるかっていうところなんだけど、体力だね、気力は上がってるからね。そう、狙えないか。はい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 、あーなるほど、今までちょっと対人だったらちょっとなんか分かった気がする。そしたらこれをこうだね。はい、こいや。あー君も来ちゃった感じか。やばいね。舐めてかかったら、いやーマジか、2人ついてくるな、きついね。ダッシュで取りに行って戻ってくるか。二人はやばいって、二人は。要はこれが欲しいだけ。技の終わりにて構えを整え、斬新を示せば気力は瞬時に充実する。やばいね、後ろもいるね。やばいやばい、一回さーってね。さーって逃げて、いやーマジかー、むずいよこのゲーム。はい、ということで1回目はここまでにしましょう。いやーつらい。単純につらい。まあでも慣れてきたらそうでもなさそうなんだけどね。じゃあちょっと修行で技覚えたりしたいなとかいうのもありつつなんだけど、まあまだまだそんな感じではないんで、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。ということで次回はこの続きはやっていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあまたな。